大久保利道の次男、牧野信明伯爵の美貌の妻、美子。牧野信明、1861年11月24日、文久元年10月22日、1949年昭和24年1月25日は、日本の政治家。議会は11位。君党は君一党。爵位は伯爵。名は、真剣と通称されることもある。 以前の意味名はこれとし、大久保利通は、父、吉田茂は、娘婿、友人新郎日信子と麻生太郎は、創尊、ひ孫にあたる。峰子夫人の名、土方梅子、三島八太郎死者令嬢、土方久高伯爵夫人より、作者の土方梅子は、三島八太郎の次女です。八太郎の妹である峰子は、大久保利通の次男である、牧野信明夫人となりました。 土方梅子と牧野美猫は、おばとメの関係になります。牧野信明と結婚したおばは、隣に住み、毎日のように祖母の色を離れに来ておりました。美猫とその子は六名間の花形で、牧野信明は、六名間で、美猫を見そめぜひにと言われましたが、次女ですから、長女より、先に嫁に入るわけにはいかないと断りましたら、それでは、自分の尊敬する先輩を紹介するからと。 秋月の叔父をその子に紹介し、二人のおばの結婚が決まりました。二人のおばは学習院女子部第1回卒業生でしたが、牧野のおばは、鶴の一声という感じで、同窓会を牛耳っておりました。牧野信明も、ぜひにと望んで結婚したおばでしたが、その気の強さには、いささか困ったのではないでしょうか。数密院議長、倉富雄三郎男爵の日記、大正12年1月23日。 倉富安徳内官僚大原義の会話。小原、牧野は、夫婦揃いて、看護婦嫌いの趣にて、自分は、峰子夫人が、これを嫌うことと思い降りたるも、実際、信明も、大嫌いに、で看護婦というだけにても、気色が足きくらいなる趣なり。信明の養生を益き得るには、夫人の考えを変えざれば、出来がたきことなるが、ただいまのところにてはその工夫なし。倉富、 夫人は、三島よりかしたるものなるが、父や太郎も死去したるにつき、夫人を説得する適当の人なからん。美人の戸籍調べ、現代評判大正08年出版、牧野美玲子の章より、元は六名間の名家。眠っているか覚めているのかわからぬとは、昨今の男爵、牧野信明君に対する適表であるそうな。 あの直接的手腕の持ち主であった、小宇公爵の第二子が書くまでも不得要領であるのは、確かに興味ある半身である。が、この牧野男爵が山本伯爵の失脚した後の殺周派の投領に押されておるのも、また面白いことと言わねばならぬ。しかして、新聞紙が牧野男爵を宮内大臣に任命しようとすることに対して、最も反対を表するものは殺難出身の焦燥派であるという。しかし、 この焦燥派客たちよりも、牧野男爵の宮廷入りに、一層の反対をする者は、男爵夫人峰子であろう。何故なれば、峰子夫人は、その夫が文部大臣であり、外務大臣を占め、ここに、宮内大臣の英職を片付けなくするよりは、さらに輝く希望を持っている。しかして、その出身と周囲に考えても、決して、この希望が、拡大に失するものではないと、信じておるのである。 牧野男爵の高等公爵の第二子であることは、繰り返すのようもあるまい。男爵夫人ミネコは、明治政治に名高い警視総監であった三島、通洋の長女で、貴族院の有力者にして、日本銀行総裁をしていた主爵、三島八太郎君の姉である。このミネコが牧野夫人になるまでには、美しいロマンスがある。誰も知っておるように、かの条約改正に成功しようとする、明治政府の努力のしぶきは、 大家主義となり、六名館裏の無党ともなった。が、この陥落の巷股に鬼相関の同伴したのは、実に花恥ずかしき妙霊の美子上で、確かに、その優しい姿は、年少なの貴公子たちの胸を踊らしたものである。が、欧州留学から帰って、当時の新知識の指折りであった牧野君も、その一で、ついに、成功の冠は、この人の頭に加えられて、 三島峰子は牧野峰子となった。古三島氏には、二人の愛情があった。しかして長女は峰子で、第二女は、秋月さつお君の肺・配偶者の意味になっておる。長女、峰子は、無邪気活発であり、何事にもてきっぱきした女性で、妙齢の頃には、男を、男とも思わぬくらいで、ある時は、父が父であるだけに、王へえぶるとも言われたくらいであるが、 現在の牧野男爵の霊婦人としては、誠に後輩と言わねばならぬ。全く、牧野男爵は、良い奥様を持ったものである。その妙霊の頃に、多少の非難を受けるくらいであった峰子夫人の快活な気分は、決して今日も失われてはいない。今、最も尊いタイムは、その蓮葉快活の性質に、善に変化を与え、あの経験という過去は、峰子夫人を、 円満邸宿の内助者に養って、現在の牧野夫人は、ひたすらによっ通して輝く希望の地に到達せしむべく、その一切を捧げておる。あの不徳要領の牧野男爵が、薩摩の代表者に寄されておることを知らねばならぬ。それは、牧野男爵の屋敷に出入りする少層性格たちが、夫人をはだ推奨するに調してもわかるのである。